で中古車の販売を展開しているビッグモーター、利益追求のために法律や倫理を無視していることで有名になりました。ある日Google ストリートビューでバスの店舗前を見るときに、明らかにそこだけ街路樹が枯れていることがネット上で話題になっていました。ビッグモーターが故意に枯らしているのではないかという憶測が飛び交い、大きな騒ぎとなりました。そんな中、除草剤らしきものを社員が持って長々の作業をしている様子がストリートビューのカメラによって映し出されていることがわかります。ネット以外でも動きはありました。ある店舗では街路樹が枯れている頃に地元住民が気づき、その後の調査でビッグモーターの関与が明らかになりました。また他の店舗では夜間にこっそりと街路樹を切っていたという証言もあります。これらの行為は展示車両をより目立たせるために行ったとされています。ビッグモーターでは環境整備点検というものが行われていました。副社長が視察に来た時、落ち葉が1枚でも落ちていると理不尽に告発させられるといったものでした。そのような理不尽な環境の中、各店舗では倫理観が後回しになってしまったのではないかと言われています。この事件が与えた影響は大きく、ビッグモーターに対する信頼が大きく失墜しました。また地元自治体から罰金を課されるなど法的な影響も出ています。